雲霧二左衛門は江戸時代中期の教法年間に活動したとされる盗賊。架空説もある。本校では雲霧二左衛門を主人公とした池波正太郎の同名小説についても取り扱う。江戸幕府が捉えた盗賊の記録には雲霧二左衛門という人物は登場しておらず、そのモデルについては諸説ある。例えば歴史学者の大石学は著書、 大岡忠助において、安永7年に会で起こった盗難事件をもとに、後世の大岡政団で、大岡忠助が裁いたと創作された、としている。一方、歴史作家の若崎健は、著書、江戸町奉行所の謎において、皮膚盗賊改め役の安倍信宗が教皇7年に、捕獲した、とも門一味五名が、雲霧二座え門のモデルであろうとしており、定説を見ていない。 公爵や大岡星団では、盗賊、運務五人男の盗目として描かれ、江戸末期から明治期にかけては、歌舞伎の題材ともされた。雲霧仁左衛門は、池波正太郎の時代小説で、上記の雲霧仁左衛門を、主人公とする。手口は、神出鬼没で、盗賊ではあるが人を殺傷したり、手ごめにしたりせず、暮らしに難儀する貧しい人からは奪わない心情を、 持つと設定されている。週刊新潮で1972年8月26日号から1974年4月4日号まで、連載、1974年に新潮社で刊行新潮文庫で重版。後、関本、池波翔太郎体制17に収録。1978年に映画化され、テレビ時代劇でたびたび映像化されている。時は、 江戸中期の教法。大盗賊、雲霧二座衛門とその灰からと、火付盗賊改め方長官、安倍式村との知恵比べが始まった。果たして攻防戦はいかに。映画小畜配給により1978年7月1日に劇場公開。監督は古社英雄、主演は中台達也。テレビドラマフジテレビ系の関西テレビ制作。 火曜夜十字枠にて、1979年7月3日から9月25日まで放送。全13話。主演は、天地茂。テレビドラマ、テレビ朝日系の傑作時代劇枠にて、1987年7月23日、7月30日に放送。全2話。主演は、松方弘樹。テレビドラマ、富士テレビ系の時代劇スペシャルにて、 1991年3月29日に放送。全1話。主演は、よろずや金之のテレビドラマ富士テレビ系にて、1995年11月29日から1996年3月14日まで放送。全15話。主演は、山崎努テレビドラマ NHKBS プレミアムの BS 時代劇枠にて、 2013年10月4日から11月8日まで放送。全6話。主演は中井貴一。岡田や唯一の作画による漫画雲霧二座衛門がコミック欄にて2018年11月号から連載され単行本化されている。当然のことながら池波の作品とは全く関連性はない。もともと大岡星団ものだったこともあり。 大岡忠助関係の時代劇にはよく登場している。ただし、前述の大石、若崎が、いずれも指摘するように、雲霧仁左衛門のモデルとなった、東南事件の発生はいずれも、忠助没後である。男は度胸及び、徳川風雲録二作品は、上記の柴田連三郎、徳川太平記の映像化作品である。ありがとうございます。